客さんがどんどん増えてきて目が回る忙しさだぞ。今の注文数だとやっぱりオイラたち2人だけじゃ無理があるよな。そろそろ新しい助っ人を呼んだ方がいいんじゃないか。かわいこちゃんたち、今休憩中かしら。最近の売り上げデータを見たんだけど、やっぱり2人には経営の才能があるのね。本当にたくさん売れているわ。多くなってだんだん手が回らなくなってきた。そうなんだ、こんなにお客さんが来るなんて思ってなかったぞ。私は予想していたけれど。実はあなたたちが開店準備に勤しんでいた時、私とフレダは経営効率を上げる方法について話し合っていたの。
あなたたちの経営を観察してみたけれど、錬金術も薬草の栽培も販売方法もまだまだ改善の余地があるわ。あらあら、お姉さんも肝心な時は頼りになるのよ。じゃあ教えてくれよ。その効率を上げる方法って具体的にどんな方法なんだ？そうね、具体的な改善案についてはすでにフレダと話をしたわ。詳しいことは彼女から聞いてちょうだい。旅人さん、パイモンさん、こんにちは。何かお手伝いできることはありますか？最近ちょっと人手不足でさ、経営効率を上げろってリサさんに言われたんだけど。ああ、その件ならリサさんと詳しく話し合いましたよ。現段階で向上させられそうなのは錬金技術と栽培技術、それから販売規模です。効率が上がれば経営も楽になると思います。おお、なんだかすごそうだな。早速試してみようぜ。アップグレードのための準備はできています。いろいろと試してみてくださいね。
あら、かわいこちゃん、何か質問でもあるの？あなたたちの経営を観察してみたけれど、錬金術も薬草の栽培も販売方法もまだまだ改善の余地があるわ。改善案の詳細についてはあそこにいるフレダに聞いてみて。旅人さん、タイモン、そしてリサさん、こんにちは。スクロース、久しぶりだな。ここに来る途中、錬金薬の話をしてる人がたくさんいたよ。最初は錬成に使う材料に何か問題でもあったんじゃないかって心配したけど、話を聞いたらかなり効果が良かったってことみたいだった。スクロースちゃんの生物錬金の技術は薬剤を作るのにぴったりだものね。ひひっ、オイラたちすでにいろんな効果のポーションをいっぱい作ったんだ。こんな短時間で？さすが旅人さんだね。
もしかしたらいつかこの子は薬剤学のマスターになれるかもしれないわね。でもあなたの仕事の速さを見る限り、薬剤錬金の技術普及については心配なさそうだね。もしかしてこれもジンの計画のうちなのかしら。うん、ジン団長とアルベド先生が話し合った結果だよ。錬成物だけじゃなく実用的な錬金術も人々に広めたいの。あなたたちがお店で販売してくれたおかげで、みんなは錬金薬をより深く知ることができた。いつかは簡単なポーションならみんな自分で作れるようになるかもしれない。そしたら薬剤の安全性が問題になるわよね。うん、旅人さんはリサさんの指導を受けてるから錬成方法を間違うことはないはずだけど、一般人については私たちが介入して錬金薬の安全性を確保してあげないといけない。だからアルベド先生は錬金術のレベル基準を作ることにしたの。つまり薬剤錬金の許可を得るために一般人には指定の等級試験を受けてもらう。つまり私たちにもその試験に参加してほしいということね。より正確に言うと審査基準の制定に参加してほしいの。正式な試験の難易度をちょうどいいものにするためには十分な模擬試験データを集める必要がある。旅人さんの試験結果は重要な参考になると思うの。もちろん無事に終わったらちゃんと報酬も渡すから悪くない提案ね。可愛子ちゃんの錬金術がどれくらい上達したか私も見てみたいわ。それじゃあ試験について説明するね。試験は初級、中級、上級、特級の4つのランクに分かれるよ。どの試験も制限時間内に基本目標を達成したポーションを錬成できればクリアとみなされる。追加目標も同時に達成してくれた場合はさらに報酬を追加するよ。おお、なんかきっちりしてるな。一気に緊張してきたぞ。いつも通りにやってくれればいいよ。失敗したら再試験するからあんまりプレッシャーは感じないで。ひひ、追試のチャンスがあるんだな。それなら安心だぜ。うん、準備ができたら教えて。
すごく手慣れてたし、ポーションの効果もちゃんと目標を達成してる。初級試験クリア、おめでとう。ひひん、こんなの朝飯前だぞ。それでもクリアできるなんて。うん、フィードバックも記録した。これで正式な試験の難易度を少し調整できそう。じゃあ先に実験室に戻ってるね。旅人さん、パイモン、またね。
旅人とパイモン？どうしてこんなところでお店なんてやってるの？おお、リオナじゃないか。それに銀遊野郎まで。一体どうしたんだ？薬草を煎じる匂いがシードル湖の向こう側にも届いてたよ。詩人はすごく鼻が利くのさ。またデタラメ言って。実は私たちカクテルの材料を探してるの。キャッツテールは今新しいプロモーションを企画しててね、新しいカクテルを考えてほしいってマーガレットさんに頼まれたんだ。ウエンティは今回も酒場でパフォーマンスをする吟遊詩人として雇われてるんだけど、材料を探しに行く私のことを見てお手伝いに立候補してくれたってわけ。リオナの新しいお酒を誰よりも先に飲みたいからね。やけにやる気満々だなって思ったら、やっぱりお酒と関係のあることかよ。でもモンド周辺にある変な材料はもう一通り試しちゃったし、新しい材料を探そうって言っても。で、悩んでた私にウェンティが考えがあるからしばらく別れて行動しようって提案してきたの。あまり期待してなかったのに、まさか半日後本当に珍しいものを持って帰ってくるなんて。本当か？どんな珍しいお宝を見つけたんだ？オイラにも見せてくれ。えっ、偶然雪山に落ちた鳥の羽だよ。風雪にさらされて埋もれてたからか、まだ氷みたいにひんやりしてるんだ。お酒に入れたらきっと今までにない口当たりになるよ。よくこんなものを見つけたな。でもこれって手に入れるのが難しいんだよね。残念、これっぽっちの量じゃ関係者の死因だけで使い切ってしまいそうだにゃ。まあまあ、まずはこれを使って新商品でも開発しようよ。材料については僕が何とかするからさ。まったく、一刻も早くお酒を飲みたいだけでしょ。えへ、給料の先払いってことで。でも何にしたって問題の解決にはなってないし。旅人パイモン、新しいお酒について何かいいアイデアはない？え、でも違う効果のあるものを作るには材料で何とかするしかないでしょ。あ、おいらこいつの言いたいことが分かったかもだぞ。はっはん、お前の前に立ってるのはこのモンドに新しくやってきた錬金術師2人組だ。でもってオイラたちが錬成した不思議なポーションは今各国で爆売れなんだぞ。
ポーション？そんなものとお酒にどう関係があるの？例えばさ、お酒に治療薬を入れたら人の心の傷を癒すお酒が作れるんだ。にゃあ、そんなことまでできるの？それなら、この先ずっとお酒を飲みたくなくなるポーションを作ってくれにゃい。おい、実現できない約束をするなよ。期待させちゃうだろ。そんなポーション作れるわけないじゃないか。そっか、残念。やっとモンドの酒造業を一網打尽にできると思ったのに。落ち込むなって。他のやり方を一緒に考えようぜ。前から気になってたけど、ディオナはどうしてお酒がそんなに嫌いなんだい？そんなの決まってるでしょ。酔っ払いさんたちのあんな姿を見せられて好きになれるやつなんているわけないわ。それってお酒が嫌いというより、実は酔っ払うことが嫌いなんじゃないかな。ちょっと変な注文かもしれないけど、その不思議な錬金術で飲んでも酔っ払わないお酒を作ったりできる？酔っ払わないお酒？あ、そうだな。人を正気に戻すポーションくらいなら作れるはずだよな。なるほど。そのポーションを使ってお酒を作ったら、酔っ払いさんたちは飲めば飲むほど頭がさっぱりして、あいつらの酔っ払い人生もやっと終わりを迎えるはずにゃ。そういうことなら、お願い、正気を保つ効果のあるポーションを作って。そんなお酒一体どんな味がするんだろう。僕も気になり始めちゃったよ。ねえねえ、物質の形態を変えられる錬金術なら、水を全部お酒に変える方法もあるのかな。例えばシードル湖にある水を本物のシードルに変えたりとか。それができたら、僕ももう酒代で悩む必要がなくなるからね。そうかい、なら遠慮なく。仕事が一段落したら早速行こう。お前って本当に変わらないぜ。お酒に関することならどんな時だってやる気満々だよな。友人とのひとときを過ごせるせっかくのチャンスなんだから、思いっきり飲まないとね。どう？ポーションは完成した？平気平気。モンドの酒造業に戦いを挑むための大事な一歩だからね。いくらでも待つにゃ。どう？ポーションは完成した？私が握ってるのってモンドの酒造業に嵐をもたらすキーアイテムだよね。ありがとう。今すぐ新しいお酒を作ってくるね。待って、僕も一緒に行くよ。死因のこともあるだろう。うん、わかったわ。
酔っ払いさんを根絶やしにする計画の最初のターゲットはあなたにしてあげるにゃ。それにしてもさすが旅人、無事問題解決だね。酔っ払わないお酒、もしそんなものが本当にできたらお酒のこともそれほど嫌いじゃなくなるかも。
旅人さん、パイモン、最近は順調だった？スクラース、また会ったな。あなたはやっぱり錬金術の才能があるんだね。今回の試験もあなたにとっては楽なんだろうな。それじゃ、始めようか。
準備ができたら中級試験を始めよう。うん、急がないでいいからゆっくり準備してきて。準備ができたら中級試験。確認させて。うん、ポーションも基準を満たしてる。さすが、無事クリアだね。ヒヒ、オイラたちますます慣れてきたな。あなたたちに頼んでよかった。今回も私からのお礼を受け取ってね。
you
君たちか。久しいな。オイラの見間違いじゃないよな。ディルックの旦那だぞ。あら、ディルック様。あなたみたいに忙しい人がここに来るなんて、一体どういう風の吹き回しかしら。騎士団が新しい商売を始め、かなり好調に進めているとエルザーから聞いた。現地で実際に確認した方がいいと勧められたから、こうして見に来たんだが、君たちがプロジェクトリーダーを務めていたということなら納得だ。どうやら騎士団は最も信頼できる人物に依頼したらしい。確かエルザーって暁ワイナリーの執事だっけか。ワイナリーからあんまり出てこないあいつまでオイラたちのことを耳にしてたってことは、つまりオイラたち、まさかもうモンド中に名を馳せちゃってるのか。もっと自信を持っていい。ワイナリーのジムはかなり煩雑なんだ。本当に脅威となる相手が現れない限り、エルザーがわざわざ僕に知らせることはない。これほど短い期間に完璧な供給網を作り上げ、さらにテイワット各地にまで手を広げるとは。もしこれが酒造業者なら、とっくに暁ワイナリーの強敵となっていただろうね。脅威、強敵、あら、かわいこちゃんたらワクワクしているみたいね。もしかして実はとても期待しているのかしら。どちらが詳細に長けているか、モンド随一の酒造業者と勝負したくなっちゃった。君との勝負か。悪くない提案だ。君ほど見識深い人物が相手となれば、商売の面では今までにないほどの挑戦となるだろう。だが、先ほどの説明はあくまで酒造業ならという話だ。君たちの錬金薬はどんな酒とも競争関係になることはないよ。むしろ君たちの錬金薬の売れ行きがいいことは、暁ワイナリーにとってメリットになる。ちょっと待て、おいらちょっとわからなくなってきたぞ。錬金薬が売れるとワイナリーの商売にメリットってどういうことだ。一体何の関係があるんだよ。説明するとちょっと複雑な話になっちゃうけれど、多くの人にとってお酒は暇つぶしに使う消耗品でしょ。そして暇な時間っていうのは、仕事をして十分なモラを稼いだ後でないと作れない。うん、リサは一番肝心なところを説明してくれた。君たちの錬金薬には作業効率を上げる効果がある。普及すれば人々はより早く仕事を終わらせ、暇つぶしや消費行為に多くの時間を割けるようになるだろう。そう言われると確かにそんな気がしてきたぜ。手を止めてられないほど忙しいやつはどう考えてもお酒を飲んでのんびりする暇なんてないだろうしな。そんな風に繋がってるなんて、商売って本当に奥深いぜ。いや、待てよ。つまりオイラたちもディルックの旦那と一緒に大儲けできるってことじゃないのか。ディルックの旦那もオイラたちが作った薬を試してみてくれよ。
ああ、僕も錬金薬の効果に少し興味がある。そうだな。過度の緊張状態にあるものをリラックスさせつつ、細部への注意力を高められるポーションというのは頼めるだろうか。あら、なんだかまるっきり矛盾した要求ね。少し気になったんだけど、可愛子ちゃんがお望み通りのポーションを完成させたとして、一体何に使うつもりなの？さっき忙しくて休む暇のない人の話をしたと思うが、そういう人々もまた大事な顧客層の一部を占めているんだ。仕事の重圧から解放されたばかりの人が短時間で完全にリラックスすることは難しい。疲れのあまりただダラダラと時間が過ぎるに任せるということもあるだろう。過度の緊張状態でも無気力状態でも、享受できるはずのものが存分に楽しめなくなる。例えば料理と酒の神髄をね。言われてみれば確かにそうだな。オイラにも覚えがあるぞ。たまにだけどさ、一日中あちこち駆け回った後ってヘトヘトなのに全然リラックスできないんだ。おまけにご飯まで美味しくなくなっちゃって。可愛子ちゃんったら、毎日大変だったみたいね。お姉さん心配だわ。お茶菓子を用意しておくから、暇ができたらお姉さんと一緒にゆっくり休みましょう。ディルックの旦那はみんながお酒の美味しさとか生活の楽しさを感じられなくなるのを防ぎたくて、だからバランス状態を保てるようになる薬が欲しいってことだよな。うん、本来じっくり味わうべき酒をいい加減に消費することは、飲む者にとっても作る者にとってももったいないことだ。精神的な倦怠感を抱える人には適度な集中力を、緊張しすぎている人には適度な安らぎを与え、二つのバランスを取れるように助けられれば、そうした状況も減るだろう。にしてもすっごい注文だな。どんな錬金術師にとってもきっとかなり難題だと思うぞ。錬金薬に使う原材料をどう組み合わせるか、しっかり考えてこうぜ。ポーションは出来上がったか？もう少し時間が必要かと思っていたが、順調だったようだな。悪くない。うん、想像以上にはっきりした効果だった。君の才能は相変わらず僕に嬉しい驚きをくれるな。約束通り、暁ワイナリーはこのポーションを大量に購入しよう。輸送の方はエルザーが手配してくれるから案ずる必要はない。このポーションは職人たちを通じてろうそくやアロマに入れてもらう。
それを酒におまけとしてつけ、飲むときに使ってもらえるよう進める予定だ。なるほどね。錬金薬とお酒を飲む環境自体を溶け合わせる。とても暁ワイナリーらしい販売策だわ。ディルックの旦那もうなずいてくれたし、普通の客からもきっとすごいって思ってもらえるよな。美酒と錬金アロマという組み合わせが商業的にどれほどの成果を出せるか、まだまだ検証を重ねる必要がある。お先に失礼するよ。今回はとても楽しい協力関係だった。これからも君たちへの注文が増え続け、僕たちも持ちつ持たれつの関係を続けていけることを祈っている。君の作品と飲み物がどんなハーモニーを生み出すのか、時間ができたらエンジェルズシェアへ試しに来てくれ。うんうん、オイラも気になるしな。じゃあまたな、ディレックの旦那。
Yeah.
What?